はい、最後数よ中華のびら。おはようございます。読谷村長の石峰です。今回村議会議員選挙がね、はい、9月9日にあって、通常ですと9月いっぱいで議会、9月定例議会というのは、まあ、終わるんですけど、はいはいはい、今回は、選挙が終わってからということで、うん、9月の28日から、先週までですね、はい、10月の18日までということで、うん、まあ、9月定例会がありまして、まあ、改選後のですね、はい、改選後の新たな、まあ、陣容が、決まったということで、はい、議長以下ですね、うん、いろんな常任委員会そして特別委員会の、はい、議員のですね、うん、新たな、スタッフが、決まりましたので、はい、またその皆さんと一緒にですね、我々執行部もやっていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。はい、まず議長には、前回同様ですけども、また新たに再選になりました、伊波敦議員が、議長として選ばれました。そして副議長には今回上地栄議員が選ばれましてですね、これから4カ年間議長のサポートをしていただけるだろうと思います。そして今回それぞれの委員会の皆さん方も決定いたしました。総務常任委員会、これは総務部など、それから選挙管理委員会、監査委員、そのような皆さん方に、まあ、続行しないということでね、それぞれ委員会が今回4つの常任があるわけなんですけども、総務常任委員会には委員長に津波子菊江議員、そして副委員長には松田正邦議員、委員には山内正則議員、東間良治議員、上地栄議員、伊佐新部議員ということになっております。続いて建設経済常任委員会、こちらも6人になっておりますね。こちらは長浜宗則議員が委員長となりました。副委員長には大城幸春議員、委員には上地玲子議員、白間勇議員、比嘉幸雄議員、松田正邦議員となりましたね。ごめんなさい、松田正彦議員ですね、失礼いたしました。はい、続いて文教構成常任委員会が神谷嘉英委員長ということで、神谷嘉英議員が委員長として選任されました。そして副委員長が白間真由美議員、委員には与那覇則夫議員、仲間浅尾議員、山城正規議員、国吉正和議員がそれぞれ文教構成員となっております。続いて議会運営委員会ですね、こちらは議会運営委員会の委員長には国吉正和議員が選ばれました。副委員長には大城幸春議員、そして委員には津波子菊江議員と長浜宗則議員、比嘉幸雄議員、神谷嘉英議員、上地栄議員というふうに、委員会が決まりまして、それ以外で委員の方は、まあ、村議会ですね、はい、議場でいろいろやるのは今の、うん、皆さんですけど、それ以外に議会の議会から選ばれたですね、監査委員というのが与那覇則夫さんですね、はいはいはい、これは、議会の、決算議会をですね、今終わった今回終わった決算議会をですね、まあ、やっていただくということなんですけど、うん、それ以外にも肥前川行政事務組合というのがありますね。これは二大消防と、うん、ゴミ、はいはいはい、収集やってる、はい、美化センター、環境美化センターというのがあるんですけど、うん、ここには読谷嘉手納茶谷の方からですね、うん、3名の各々3名ずつ議員が出ていただいているんですけど、ここにも伊波議長ですね、津波子菊江議員、そして白間真由美議員が、はいはいはい、出ております。なるほど。あと中部衛生、施設組合ということで、これはバキュームカーのですね、あれをやっているところ、ここには長浜宗則議員ですね、はい、神谷嘉英さん、そして県の介護広域連合という、うん、そこにも議員が出ていましてですね、これが神谷議員ですね、はいはいはい、そして中部広域市町村事務組合というのがあるんです、はい、これは沖縄マラソンとかですね、うん、ありますね、そういったような中部の広域の、行政事務組合ですけど、うん、そこには、まあ、議長がですね、はい、伊波議長が、出ているということで、まあ外郭団体というんですか、そこにもですね、たくさんの議員、執行部ももちろん我々も出てるんですけど、はいはいはい、その中でまたそこの議会がおのおのあってですね、うん、そこの議会の方に各、構成市町村から出てってるということでございます。ははは。でもいろ